まあ、じゃあ私の趣味知ってる？趣味？餃子包んでお酒飲む。あの間違いではない。もうちょっとね、高尚な趣味があるんだけど、私工場見学好きで、ベルトコンベアでさ、こうパンとかがさ、同じ形がタタ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 って出てくるやつでしょ。あれとかすっごい好きなの。で、プラス私がバーギンの道具の中で一番好きなものは何でしょう？道具？うん、道具。これミュートだったわけ。ミュートはない。ミュートはないです。弦？あの弦ね、弦好きなんだけど、もう聞かれた。松屋に。そうなの。でね、前のあのケースの中身紹介の時に、私アルシェの松屋にを使ってるんだけど、ね、これね、アルシェに行きたいなって思ってるんだけど、行きまーす。まずはじめに、本動画は周辺環境音が多く入っております。編集ソフトで最大限調整しましたが、私の技術ではこれが限界でした。大変申し訳ありませんが、聞き取りづらいところがあるかもしれません。あらかじめお詫び申し上げます。今日はこちらのアルセさんにお邪魔しております。こんにちは、今日よろしくお願いします。お出迎えしてくださったのはアルシェ工場長の鈴木忠さんと、製造のキャリアは15年、熟練の技で松屋に製造に携わる高沢陽子さんです。工場って感じですね。ね、うん、松屋に製造はこのスペースで高沢さんがお一人で行っているそうです。松屋にの工程は全部で7工程、すべて手作りで行っています。まずはじめに第1の工程、原料を砕くところから見せていただきます。キムチで素材を入れて、おお、宝石みたい、琥珀みたいじゃない、ね、松屋にの天敵は湿気、弦楽器と同じですね。湿気てしまうと原材料同士がくっついたり劣化してしまうそうです。そして原材料としてはこのようなレモン色をした原材料が良いものとされているそうです。パンだったり煮込んだりするともうちょっと香りが立つような。へー、嬉しい。こちらです。はい、おー、高いです、高いです。そうですね、続いて第2工程目、計量です。使用する原材料の量は厳密に決められており、 1g のズレもないよう正確に測っていきます。はい、あれみたいですね、熱感の酒飲み発言出た。これで1g決まってるので、はい、こちらをはい、1グラムの誤差もなくって感じですか。なるほど、頑張って第1位まで一応出る。お次は第3工程、計量した松屋煮を溶かし煮込んでいきます。こちらにはオイルが入っていまして、水戸では松屋煮は溶けないので、オイルバスで、オイルバス、そう、氷が溶けるときにカチカチって言うと、そうなんだ。だいぶもう沈み込みそうですね。あ、すごーい、すごい綺麗、まあ、ちょっと美味しそうだもんね。ここから蓋をして煮込んでいきます。煮込み時間は社外秘。第4工程、折り返し地点です。溶かした松屋煮を型に流し込みます。高沢さんによるとこの作業が一番神経を使うのだそうです。この型に溶かした松屋煮を流し込んでいきます。この方は事前に高沢さんが中性洗剤で洗い、しっかりと水気を拭き取ってあります。
ほこりや水が入ってしまうと良い品質のものが出来上がらないとのこと。型にコルクを入れていきます。アルシェの松屋にはこのように薄いコルクが土台となっており、このコルクは事前にハワイと呼ばれる乾燥機で乾燥させてあります。コルクを乾燥させることも松ヤニに気泡が入らないようにするための重要な作業です。松ヤニを流し込む量のところに印をつけます。アルシェでは松ヤニに表面張力を出すための試行錯誤を繰り返し、現在の注ぎ込む量が決まったそうです。いいですか。こちらが煮込みが完了したトロットロの松ヤニ、これを流し込んでいきます。注ぎ込み完了。あー、とっても綺麗と見とれていると、角が分かりますかね。カッターでカッターで押してちょっと溶かします。へー、これが消えてしまったりとか。なるほど。このまま冷却していきます。第5工程、冷却硬化です。この間松屋に関する質問をいくつかお伺いしました。松屋にって割ってしまう方すごく多いんですけど、自宅でもできる元に戻せる方法ないですやっぱりないです。大切に使いましょう。大切に使いましょう。それしかないです。5種類になってますね。私のこれ、そうですね、そうですね。アルシェの松屋にラインナップは全5種類。コルクに刻印されている木の本数が多いほど引っかかり感が強い松ヤニです。種類によってどのような工程の差があるのでしょうか。工程はですね、煮込む時間ですかね。抜粋はやっぱり一番濃いですね。長い時間は長いです。それは何で布ではないんですか。コントラバスの松ヤニドロドロ、そうなんですね。ちょっとね、温度が高くなると気温が高くなるとドロッと溶けちゃうので、大変な大変なことになっちゃうんですよね。ではでは工程に戻ります。第6工程は取り外し。熱が冷めた松ヤニを型から取り外します。じゃあ時間が来たら、はい、外していきましょう。いよいよ、 チリから押す。で、真ん中押しちゃうとかけたりとかするので、照りを押すような感じで。こちらが出来たてほやほやの松ヤニです。ぷっくりとした綺麗な松ヤニですね。熱が取れた松ヤニを次々と取り外していきます。わあ、すごい綺麗。この絵面好き、ね、皆さん先ほどの角は覚えていますでしょうか。こちらを取っていきます。まずは角が出ているところをカッターで削ぎ落とすようにして削っていきます。削ぎ落としたところを滑らかにするためバーナーで炙ります。角がきれいに取れ、ツヤツヤ松ヤニになりました。ついに最終工程となりました。出来上がった松ヤニを包装していきます。両面テープになっているシールを剥がします。で、ここに目印のピンがついているのでつけて、剥がれないようにつけて、合わせて、くぼませて、シールを貼って、時間かけてついにアルシェの松ヤニが完成しました。
のレシピを作るにあたって、他の方々に聞いていただいて、聞いていただきまして、勉強で、作るものになっていただくのも、開発当時の、人たちの苦労もあるので、それを、忠実に守るんですけど、一つ一つ。すごい。すごい人がつながって、この人と交流ができてるんですね。そう思って、ちょっと大事で、作っていただきます。私がさ、使ってるのもさ、高沢さんが作ってくれたのかもしれないってことだよね。そうかもじゃないです。あ、もう、お、あ、この子はついに、ふるさとに帰ってきました。母と対面します。ありがとうございます。なんと、私の松屋にを作ってくださったのも高沢さんでした。私が購入した数年前は高沢さんお一人で作っていらっしゃったそうです。松屋にと松屋にの母の感動の対面。鈴木さん、高沢さん、完全なる茶番にお付き合いさせてしまい申し訳ありません。ちなみにアルシェの松屋に完全に見せられたまなみ先生はテノールを即購入していました。使い心地は最高だそうです。鈴木さん、高沢さん、松屋に作りを見せてくださり本当にありがとうございました。そして実は鈴木さんと高沢さんのご好意で楽器工房の中を拝見させていただくことができました。普段見ることのできない職人さんの世界をちょこっと覗かせていただき、そして鈴木さんと高沢さんにインタビューもしてまいりました。職人あるあるや失敗談などなかなか聞けないお話が盛りだくさんです。そちらは来週アップロード予定の後編を楽しみにお待ちください。それでは皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。かな先生でした。またねー。